つもご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。新聞記者のゆっくり旗手です。今回は2019年度関西外国語大学の高校別合格者数を発表していこうかと思います。今回は一般入試の合格者数です。では始めます。第21位四日市高校、南陽高校、四条縄手高校、北千里高校、明星高校、手塚山学院泉ヶ丘高校、神戸高校、姫路高校、那覇国際高校、第17位小松高校、成京学園高校、国際高校、紅葉高校、第15位嵯峨野高校、東住吉高校、第12位岩田南高校、生野高校、四天王寺高校、第9位西宮東高校、一条高校、海地高校、第4位森山高校、千里高校、加古川西高校、姫路式祭高校、郡山高校、第3位丸亀高校、第2位住吉高校、第1位桃山学院高校。以上で関西外国語大学の合格上位校の発表を終わります。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。